レイチェルさんって私はよく知らないんですけれども、あのー、以前、ですねあの選挙の,なていうかなそのマスコットというかななんんかそんな若い人にもっと選挙に行ってもらおうみたいなそれぐらいしか知らなかったんですけれども不法というかですね、あのーまあ、偶然見ましてですね 自分なりに考えるところなんですね。を話したいと思います。ええー、で、まあ、よく知らないのに話すなというところなんですけれども、ええー、一つですね、あの、自己同一性という、あの自、自己ですね。まあ、自分というのは、まあ、もちろん私は私なんですけれども、あの、当然、まあ、特に日本の場合はですね、あの、なんですか、人目を気にするというかですね、あの、なんて言うんだろう。 私が思う自分の像まあ映像でもいいんですけど私の映像とですね客観的なあおそらくその他者から見た自分他者に映っているだろう自分それを同一統一するという、えー、自己ちょっとこれ長い話になるかもわかんないですね珍しく3分超えるかもわかんないですけどそこの統一統合があのなんていうんですかね 難しい人も中にはいるかもわかんないですね。まあ、ですから最近の,その L G D LGBT ですか。これはあの世界的にあの注目されてるんですけれども、あのまあ、簡単に言えばあ男性なんだけどお心は女性であるとかですね。そうするとあの見た目で判断される でそこが焦点になってるはずなんですよ。あの、日本でどういう、あの、議論がされてるか分かりませんけれども、えー、そんなですね、最近、あの、広沢さんですね、あの、ヤクルトの広沢さんが、面白いなって言ってましたね、おっしゃってて、あの、女子の野球の大会を行うんですよっていう話なんですけど、 あの考えてみるとコイスなんていうのがあの男性用なのであの隙間が空いてるんだそこからあの手をつけないとダメなんですよっていうあのなかなかユニークなあーあの意見かなと思いましたでもかあの広沢さんの場合はあのバッティング理論は非常に 持って見えるみたいで、あの、今後楽しみだなと私も思いますけれども、えー、ですからまあ、これは男性、女性の問題ですけど、そこまで問題を大きくせずしなくてもですね、あの、例えば親子でも、子供の方はこういう、自分はこうなんだと思ってる。でも、親っていうのはおそらく、育ててきたわけですから、その、イメージを持ってるはずなんですよね。まあ、冷静に考えてみると、3人の、 イメージが異なってるわけですよ子供は子供自身の私を持ってる。母親は母親の希望を持ってる。で父親の方は父親で、まあ、息子を見てる。眺めてる。この3つの事項が統一されて、さらには就職して、会社でどういうパフォーマンスを行うか。会社で 一つの会社で長く続く人10年続く人20年続く人あるいは1年2年で辞めてしまって YouTuber として成功するとかいろいろなパターンがあると思うんですけれどもこの問題というのはかかららずず少ななみんん抱えていると思うんで,すよねですから自分で思っている自分はこうなんだけれども周りから思われる であろうおそういう像映像というのは違ったあ違っているんだと。であのついさっきですねあの小泉京子さんのですね「きょんきょん」あの『徹子の部屋』を見ましたけれどもあの彼女の場合は非常に、えー、冷めててですね「なんて言ったってアイドル」って曲あるんですよね。えー、これ、まあ、一つの 自虐パロディーの構造になっているわけですよね。えー、当時は、あのー、松田聖子さんとか、純アイドル、全盛だったと思いますけれども、えー、作詞が松本隆で、えー、風立ちぬはもうなくなったんだけれども、大竹栄一の作曲だったわけです。えー、大竹栄一の冬のリベラ、冬のリベラとかですね。まあ、それはいいんだけれども、 えー、そういうアイドルが自分自身で私はアイドルなんだよっていう歌を歌ったらまあヒットしたと思うんですよね。でもそれを演じた小泉京子というのはあの,ー、素,の素の自分なわけでなんですよね。素の自分というか。そして演じ、演じ、演じた上の小泉京子というのはまあ あのファンが眺める小泉像だったわけですよねですからこの,あのちょっとアイドルの例と似てるかも分かんないんですけれどもあのえ例えばその中森明菜さんのケースはですねあの非常にヒットソングを連続することによって あの、自分が自分であり続けるってことなんですね。ヒットソングを連続することで、えー、自分が自分であり続けることができる。けれども、音楽シーンというのは非常に残酷であってですね。あのー、音楽シーンが変わってしまう。例えば、アイドルじゃなくて、えー、ロックバンドのおーボーカルが可愛い,いと売れる時代が来るとかですね。 あるいはロ,クロックンロールそのものが廃れてしまうもうちょっとお癒し系のソフトなソフトロックみたいな、えーですかね、そういうのがいいんだとかですね音楽シーンは変わっていってしまうのでずっとヒットするというのはなかなか難しいんですよねそうするとお自分が自分であるという根拠ですねそれを失ってしまうわけです。 と思いますよね。ですからそういう場合、まあ自分の場合はですね、あの、あの、まあある時、えー、日本以外の国に、えー、まあ大げさに言えば出国してしまったわけですね。入国と出国がありますけど、出国しました、私はね。そうすれば私を知っている人はまずいないわけですからね。あの、日本で有名なわけでもないし、日本の その一般ピープルがですね、一般ピープルを外国人が知ってるわけがない。行った先の人が知ったわけが、知ってる、知ってるはずはないということなんですけど、そこからまた一からやり直すことができたと思いますね。ですから、まあ正直言ってちょっと弱いなと思うんですけれども、何か道はなかったんだろうか。20代の後半。まあ僕も30歳ぐらい、31歳。 っていうのはねねあの危危険険なな意外とと年代だと思うんですよ、ね、またそれをその何て言うんですかそこから時間が経過すると、えー、予想しなかったようなあ風景を自分で見ることができたりですねするかなと思います、えー、ですからあのそういう時はあの家族ですよね家族っていうか、まあ、ご両親が助けてくれる ように思うんですけれども、意外と、その、親から見た、あその子供ですよね。その、さっき3つあるんだって言いましたけれども、そこの統一性というのがですね、保たれることは、あの、なかなか難しいと思うんですよね。例えば、野球選手を育てた父親、あの、一郎選手の親御さんを父郎というみたいですけれども、あの、やっぱりそこには何かわだかめ、ま、 利が残ってしまううと思うんですよね親子であるけれども、子供の方が非常に優れたプレイヤーになってしまった。日本にいるのかどうかわかりませんけれども。父や父であろうとしますからね。そんなことを10分間ですね。こっちの場合は長いですね。3分じゃなく10分話しました。サムネイルも作ってみたので、サムネイル と一緒にですね、ちょっとアップするのに時間かかるでしょうけれども、も10分間ですから、えー、少し熱く語ってみましたけれども、いかがでしたでしょうか。えー、3分でなく、こちらの場合10分話したので、どうもありがとうございました。